甲州にあるイーマートは、株式会社新世界が1993年に設立した大韓民国で、初の大型ディスカウントストアである。運営会社名は株式会社イーマート。2018年11月末日基準、大韓民国、ベトナム、モンゴルにおいて、約145店舗ほど売り場を運営している。イーマートは1993年11月12日、 ソウル特別指導ミネクで初めての店舗を開店した。1997年2月1日に韓国国内の流通業者としては初めて中国に進出し、中国 E マート1号店のチーヤン店を開店した。2004年10月1日 E マートのインターネットショッピングモールを開設した2018年5月16日基準で286歩運営中。 韓国内のほか、ベトナム、モンゴルに店舗を持つ。大型マート形態の e マートの他に、非会員製倉小型マート、トレーダーズ、自社ブランドの製品扱う、ノーブランド等、多様な形態で店舗を構えている。2018年からは、日本のドンキホーテをベンチマークした新形態店、ピエロショッピングをオープン。ミョンドンなどの都心部に最大7店舗を展開したが、 知名度不足から来店客が伸び悩む一方、賃料の上昇が重荷となり、2020年内に撤退することとなった。ソウル特別市道、インチョン広域市関ウォンド道太広域市、中南、中北甲州広域市、全南、全北富山広域市、喜び南手グ広域市、京北チェジュイマートでは、過去1996年自主開発商品を開発し、 以後多様なブランドを作って現在まで販売している。近年ではノブランドというプライベートブランドが有名である。e マートでは一定期間ごとに中小企業博覧会を開いて参加申請を一企業を対象に審査を経た後、選ばれた業者に限り博覧会に展示している。博覧会で商品性を認められた商品は検証結果を経て、 e マート売り場に販売できる機会が与えられる。ありがとうございます。